パス。まったく、お前は一体どれだけ遅刻すれば気が済むんだ。少し早く来ようが、遅刻は遅刻に決まってるだろ。そのせいで、もう所属部隊の発表は終わってしまったぞ。ああ、そういうことでもなければ、お前は早く来ようとしないのか。まったく。いや、第7部隊だ。主な任務は切り込み部隊である第1部隊のサポートとなるな。つまり戦時においては敵の残党狩りをしたりすることが主な任務となる。ちなみに攻撃を主とした部隊は第1から第7まである。数が下がっていくにつれ、任務の危険度も減っていくというわけだ。よかったじゃないか、安全なところに行けて。そこが団の中で最も安全な部隊なのだから、死ぬ確率も低い。まあ妥当なところだろう。しかし、その後行ったテストでは残念ながらその実力とやらを認めることはできなかった。まあ今まで実戦は一度しかなかったからな。確かにそれは否定できないことだ。しかし今後の活躍を見ていかなければ何とも言えないことも確かだな。その話は後にして、今はとにかく部隊長のところに挨拶に行け。部屋はこの廊下の右奥にあるから。私か。私は第一部隊長だ。騎士団の中で最も危険なところではあるが、その分だけやりがいもある。お前も実力をもっとつけることができたら来ることだな。ルン、ああそこをどいてくれ。僕は今急いでるんだ。最悪そこにしゃがみ込んでいる君はリゼルドか。所属部隊の発表の時にはいなかったが、どうした。そんなことだから第7部隊みたいな末端に飛ばされるんだ。僕は第一部隊。まあ実力が正当に評価されたといったところだろう。しかし、なんて順調な出世街道なんだろう。このままいけば僕はすぐに10人長に抜擢され、100人長まで進み、ゆくゆくは部隊長となることだろう。ああしまった、今はこんな悠長に話している場合じゃなかったんだ。早く医務室に行かなければ。表に具合の悪そうな女の子がいるんだ。そこで指導精神あふれる僕はその子のために冷やしたタオルを持って行ってあげようとしているわけだ。
いや、赤いリボンをつけた女の子だ。そう、例えて言うなら野花のように素朴で愛らしい子だった。ここでたっぷり親切にしておけばきっとあの子は僕に腰砕けとなるはずだ。頑張って解放してやらねば。待て、その子どこに連れて行くつもりだ。え、弱って見たい系の女の子どこに連れて行くつもりなんだ君ってやつは。医務室、ちょっと待ってくれ。なんで君ごときがそんな美味しい役を重なっていくんだ。せっかく僕がその子のために極限まで冷やしたタオルを持ってきたというのに。そうだが、そうか、なんだったら私も手伝おう。女同士の方がいいこともあるだろうから。冗談だったらもっと冗談らしく言え。真顔で言うな。
る気分の悪さでは。アス、抱きかかえてやった方がいいんじゃないのか。歩くのも辛そうな感じだ。なぜ瞳の色が。瞳の色が元に戻っている。ルー、今私わかりません。ただ急に頭が真っ白になって。ええ、
全然。さっきまでのが不思議なくらいに。ところで、わしや獅子がどうのや、神指すところがどうのと言っていたようだが。神指す？そんなことを私が。神指すところか。やはりそれは神殿のことなんだろうか。何にしても不吉な言葉だ。あんな異様な状態になって言われたから余計に。異様な状態？私何か。言っていたことを。あの兄様、どこかに行くんでしたら私も一緒に。でも今は全然平気ですから。ああ。